はい。お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤井です。元国会議員秘書、PCR 陽性経験者、そして、あれは未接種の藤江でございます。今回ですね、ちょっとこういった形でですね、新しいスタイルに挑戦してみました。なんかね、手を出した方がね、はい、見ていただけるんじゃないかと思いまして、やってみました。今日はですね、あの、テーマ、打つか打たないかの判断ということで、 ね、皆さん、打つか打たないかはね、えー、これ、義務ではないのでね、もう自分で判断すればいいこと、じゃないですか。ね。で、えっと、今ね、誰かト,トイレ入りましたね。はい。まあ、こういったものも、ね、音も、生活音もしながらやっていきたいと思いますけど、で、えー、自分で判断しましょうと。ただ、ただですね、じゃあどうやってね、判断したらいいかっていうね、何か、えっと、決まった形ってね、ないですよね。 ただなんかメディアの情報だとね、あの、メリットがあるから打ちましょうぐらいの話じゃないですか。これをですね、もうちょっとんでしょう、段階を踏んでというかね、論理的に打つか打たないか判断できる基準があればいいんじゃないかなと思ってまして、僕ね、これ、あの、考えたんですけど、これ、僕、これを主張したいわけじゃないですかね。あの、こうじゃなきゃダメだとかね、そういうわけじゃないですよ。あの、YouTube さんはね、主張をするのをね、とにかくね、 嫌うようなので、僕はあくまでね、これ自分もこれ使いました。うん。自分もこういう判断のもとで、えー、打たないという選択肢を取ったんですけれども、うん。まあこれがね、皆さんにももしかしたらね、えー、使えるかなというのもあるしね。うん。まあ僕はね、こうじゃないかなぐらいの感じですよ。主張じゃないですね。僕はこんな感じで考えたらいいんじゃないかなぐらいの話なんですけれども、えー、打つか打たないかの判断。いきますね。あの、 まず、僕、ポイントが3つぐらいあると思ってで、3つですね。3つぐらいじゃない、3つ。うん。えっ、ー、と、1、2、3としました。ね。打つか打たないかの判断で、えー、ポイントは僕3つだと思ってます。3つ。ね。で、こうやって3つ。はい。で、えー、1, 1つ目は、えー、まず病気ですね。その病気自体がね、感染症自体のリスクが、あ、こういう時にね、右手がいいですね。こういう時に右手でいきますよ。はい。病気のリスクが、どんな感じなのかなっていうね。そのリスクの程度をまずね。 理解するっていうことが1点目。ね、で、2つ目は、その、あれのね、リスク。うん。あれがどれくらいね、リスクがあるのかっていう。これも考えましょうと。そして3つ目が、えー、あれの効果ね、えー、メリットですよね。えー、まあ、この3つがね、えー、この打つか打たないかの判断材料として大事な3つじゃないかな、と思うんです。で、この番号はですね、えー、重要な役目をしていましてね、 この順番で優先順位が高いと言いますかね。この順番で考えていくのがいいんじゃないかなって僕はね。僕は思ってます。はい。これ主張じゃないですよ。ね。あくまで僕はこんな風に考えたらいいんじゃないかなー。なんでね。思ってるんですけど。うん。で順番に見ていきますね。まず、一つ目ね。病気、感染症のリスクはどれくらいなのかっていうことで、ね。もし、あなたがですね、この病気にかかった場合、どんなことが起きますかって。 どれくらいの確率で重症化しますかとか。致死率はね、どれくらいの病気なんですかね。あと、基礎疾患があるとないでね、どのようなね、変化がありますかとか。ね。あなたが基礎疾患あるかどうかも含めてですね。それから年代別の傾向ですね。えー、例えば、高齢者にとっては結構怖いけどね、えー、若い人にとってはそれほど怖くないよとかね。まあ、いろんな病気、今回のに限らずですよ。いろんな、あの、 病気のね、年代別傾向などあると思うんで、まあ、こういったものを考えて、ええー、まず、この病気はね、自分にとってどれくらいのリスクがあるのかと考えるわけですよ。で、仮にですね、もし、この病気のリスクがね、別に、あのー、そんなに怖くないなと、思えるんであればね、リスクが低いと判断できるんであれば、で、ここはもう打たない。で、話が終わりなんですよ。ね。だって、 別に打たなくても、これにかかったとしてもね、別に許されるぐらいの病気であるならばね、うん、打たなくていいんですよ、うん。ちなみに僕は今回の流行りの病のやつは、うん、もうここの時点でね、丸一番でもう打たないで決定で、うん、それ以上以降はもうね、考える必要がないと、個人的にはそういう判断をしています。で、えー、リスクが高いともしね、ここで判断するんであれば、ね、うん、打ちましょうじゃなくて、その2番に進みましょうって話です。 リスクが高い人は2番に進んでください。で、それで、あれのリスクというところをね、考えていきます。で、人によってはね、あれ、このメリットの、あれの効果じゃなくてね、なんでリスク先にね、考えるんだよってね、ちょっとなんか誘導的じゃないかって思われるかもしれませんけど、ここね、もしかしたら最大のポイントかもしれませんけど、だってね、あの、リスクなんですよ、最初に考えるべきは。なぜならば、あの、あなたはね、そう皆さんは、あの基本的に、 これ、打つかどうかっていうのは、あの、健康な人に打つものじゃないですか。基本的に。うん。ですよ。だから、健康で、ね、あの、もう楽しくね、うん。豊かに、うん。もう、過ごしてるわけだから、幸せに。過ごしてる人だから、うん。そういう人に打つんだから、もう、まずリスクなんですよ。リスクがあっちゃいけないから。うん。まあ、ゼロリスクって僕ね、好きではないけれども、うん。もう、限りなくここはね、リスクが。 少なければいけないのがあれなんですよ。ね。あの、薬とは違うんですよね。薬の場合は、ね、もう体の体調が悪くてね、苦しいよっていう人をなんとかするために、うん、あの、投与するものだから、ね、あの、リスクもあるし、メリットもあって、ええー、まあ、ある意味ね、ちょっと一か八か的な要素があっても僕はいいと思うんですね。だってもう苦しいんだから、ね、それをどうにかするためにね、薬を入れる、ね、あの、 プラスマイナスあるのをね、えー、含んだ上で、くる、あの、薬っていうのはね、あの、あっていいと思うんですよ。だって苦しいんだから、うん、苦しいのを救うためにね、リスクがあるかもしれないけどね、そのメリットを期待して投与する。これはわかるんですよ。ただ、ただね、あの、こ、今回の話はもうね、健康な人に基本的に打つものだから、ほとんどの人は健康なわけだから、うん、とにかくリスクはね、少ないのに越したことはないわけですね。で、えー、リスクの、 ねえー、細かいところで言うと副反応がねどういうものが出るのかとかね、うん、あと基礎疾患がある人ない人でねどういった効果があるのかなとか、まあ、さっきと同じですね年代別にね何かねこれに対するリスクがね変わってくるのかなと、うん、要はあっと、ねえー、自分の,、えーね、あの年代やね基礎疾患の有無とか考えて、えー、あのリスクがねどれくらいのものなのか考えましょうということです。 で、えー、もし仮にですね、リスクが高いなと。このリスクはちょっとね、うん、許容できないなと思ったら、打たないですよ。うん、打たない。で、話終わりです。決定。で、もしですね、このリスクが許容できるんであれば、次行きましょう。はい。リスクがね、高い人はね、もう打たないでいいんですよ。だって今、あなたは健康なんでしょ幸せにね、楽しく過ごしてるんでしょうん。その生活が維持できた方がいいじゃないですか。 何も高いリスクをね、取る必要ないと思うんです。僕はね、僕は。はい。で、最後3番で、やっとここでね、あれの効果なんですよ。なんかね、いきなりここ行っちゃう人が多いと僕は思ってて、その前にね、こういう2段階の、うん、ね、あの、思考がね、考え方が必要かなというところも僕はね、うん、主張したいわけじゃないんだけどね、僕はそう思うよという話ですね。 で、最後にあれの効果として、ね、あの、感染発症、重症化の予防がね、どれくらいあるんだろうかっていうこととか、ね、その効果がどれくらい続くのかっていうことを考えて、で、えー、効果が高いなと判断したら、ここでやっとね、打つという判断にたどり着けるわけですよね。うん。で、えー、この効果がね、ないということであればね、うん。別に必要ないということであれば、打たないっていう。で、いいじゃないですか。ね。 だから僕の考えは、基本、健康な方に打つものだからね。うん。あの、打たなくていいものであればね、えー、打たなくていいわけですよ。うん。必要だから打つんでしょ。普通に生活していてね、全く問題で、問題がないのであればね、打たなくていいんですよね。うん。うん。どうしても必要だからね、えー、打つということになるわけなんで、 まあ、ある意味、打つ方がね、あの、いろんなプロセスを経てね、決定しなければいけないことだと思うんですよね。うん。いろんなね、うん。要素を考えた上で、打つっていう判断はすべきだし、うん。一方で、あの、打たないっていうのはね、まあ、ある意味、現状維持が打たないんですよね。うん。現状を維持したい人は、打たなくていいわけですよね。あえて、そんなリスクを、あの、取る必要ないと。だってね、今、健康でね、楽しく、幸せに暮らしてんだから。ということですよ。はい。 とにかく僕言いたいのは、そう、ここですよね。リスクが、あの、薬とは違うので、えっと、うん、健康な人に打つものだから、とにかくメリットよりもまずリスクでしょって、リスクでしょっていうことです。はい。で、メディアはここばっかり言うけれども、うん、その前にね、考えるべきことあるでしょって話です。ね。どうですかオミクロンどうですかこれ皆さん。ね。どんなもんなんですかあれですよね。あの、また、あのー、 感染力とね、毒性って違いますからね。ね、あのー、オミクロンのね、毒性、ね、あなたがオミクロンにかかった場合、どうなんですかっていうことをね、うん、そのリスクは、ね、高いと思いますか低いと思いますかとかね、考えながらね、ぜひね、えー、まあこれ、うん、ぜひっていうかね、はい、あのー、なんだろう、僕はこう思ってますよ、という話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。 ごきげんよう、風に気をつけて、また会いましょう。